イクスユダイクスミヤマーテンション上げてきたよ。出してきたね新しいのそうなんですよ。うちでミヤマクワガタをやるの初めてじゃないですか。そうだね、うん違う、それじゃない、それじゃない、そこじゃなかった、ね、そこじゃない。クリステルね。クリステル出してきたな。はい。はい、じゃあ今日は。そう、ユダイクスミヤマ、ミヤマクワガタのバット交換ですかね。うん、そうだね。はい、それはもううちでは貴重なあのワインセラーに入ってる子たちですね。ですね。ちっちゃいちっちゃいワインセラーだからなかなか入れれないんだけど増やせない。そう、その中で入ってる子たちですね、うん、ですね久しぶりに。そう、どれぐらいになってんのかな、ね、落ちてなきゃいいけど。本当それだよね。どうかな、やってっていいですか。どうぞ。はい、お願いします。じゃあ手袋を、手袋を、うわっ、はいはい、やってくよ、銀色のやつで。お願いします。さてさて、どうかいな、これはね。うん、前にノリスさんと一緒に桑田で買ったやつだね。そうなんだよね、兄弟のちぎりを交わした。そう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 。てかね、幼虫さん見えないんだよね。心配ですな、うん、どこにいるかわからん、わからんので慎重にやらないと。慎重にお願いしますよ、本当に、うん、大事な子だもんねまあみんな大事だけどさ。ていうかトラ君がクワカブやりたいなと思ったきっかけだからね。そうだね、このユダイクスは。いた、生きてる。お、こんな上にいたよ。お、お、ちゃんと大きくなってるよ。あ、本当だ、大きくなってる。よかった、ぶっ刺さなくて。本当だね、よかった、よかった。なんか色が明るいね。うん、かっこいいんだよね、ユダイクス。結構ちゃんと大きくなってる、よかったね。測ってみよっか、うん、よいしょ、なんか顎がしっかりしてる。 17g、 17g どうなの、いや、わかんない一応うーん、見えますか。見えません、うん、どのくらいの大きさがどれぐらいなのかっていうのが分かんないもんね。分からん。ただね、顔がね、男前ほら、おお、長いね、なんか。でしょでしょ、やっぱミヤマだからかな。ミヤマの幼虫初めて見たかもね。うん、おうおう。さてと、どうしましょう。どうしましょうってどういうこと、うん、これに入れちゃっていいの。うん、あ、全部こいつに移すのね。そう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 、そもうオスメス関係なくそれに入れちゃおうという。 OK です、頑張れよ。17g、 17g、 潜った潜った。書く先に、うん、うん、それは書いていきましょうか。はい、お願いします。はいはい、続いて2投目いきますよ。おっと、お願いします。ユダイクスはね、本当に大きくなるし、ミヤマの王様だからね。そうだよね、大きくなるし、顎が赤くなるんだよね。顎が赤いんだ。そう、へえ、見応えありますね。うん、なんかもう見えないな、上の方にいるかな。やっぱね、ボトル自体が冷たいね。うん、
今出したばっかりだからね。ね、あんな上にいたからさ。そうそう。だいぶ。若干心配だよね。うん。やっちまわないか。そう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 。まずはいてくれることを。それね。ただ一回交換した時はまたすごいちっちゃかったからね。うん。心配っちゃ心配なんだよね。そうだよね。まずこの深山がもう初めてぐらいのね。うん。そうそうそう。トラ君の。トラ君初めて買ったんじゃない？もしかしたら。そうかもしれない。ね。イベント行って初めて買ったのが、うん、ユダイクスの幼虫。いきなり難関難しいやつ。難しいのか分からんけど。でワインセラーね。そう、すぐワインセラー買うというね。ね。ね、いない。いや、まだまだね、半分。まだ半分か。うん。頼むぜ。いたな、びっくりした。よかった。ここにいました、一番下。ほんとだ、よかった。心配するぜ、心配するぜ。焦ったよね、ちょっと無言になっとったもんね。これはやばいぞと思った、うん、っじゃあ測ろうよ。13、14。ほら、やっぱり顔がさっきより、あ、でも長いね。うん、でも本当になんかこのすごい買った時もすごいちっちゃかったんだけど、うん、なんかその時から顎がね、長かった、長かったような気がする。そうなんだ。うん、早くしてあげんといかんかな。うん、低温だで。そうだね。うん。14ね。うん、はい、真剣なんですね。もともとね、無口なタイプなので。すいません、向いてないな、YouTuber。 はい、14書いてください。はい、はい、じゃあ次は3投目。見えないね。ね、全然見えんわ。くれると安心だけどね。そう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 、めっちゃ怖い。あ、でもこの辺ちょっと色が違うかもしれない。色が違うのは嫌だな、なんか。逆に確かに、さなぎにはならんよね。長いもんね、まだ長いはずだよ。2年とか3年とかって言ってたっけどね。中ずれとかもあるらしいからね。あ、そうなんだ。つなぐのが難しいんじゃないかな。大丈夫？びっくりした、びっくりしたけど大丈夫です。もう本当に。またてってでてっていうのやつだね。うわーってなっちゃったわ。あ、これちょっとお尻がでかいかもしんない。お、ごめんな、びっくりしたよ。あるよ。16 17。はい、17ですね。17ですね。ごめんな、びっくりしたよね、きっとね、この子もね、うん、あんな大声出されちゃね。冗談じゃないよ。こっちはーって。すまんの。びっくりさせて。いきなりあったかいとこ出されて。本当だよね。大声でかまされて。本当だよね。ごめんな。ストレス。大いなるストレス。まあまあまあ。まあまあ。まあまあまあ。すいません。
ここに昔の本があるけど、これヨーロッパ深山、うん、すごい赤いね、顎。これはちょっと加工、加工じゃないかもしれないけど、まあ赤みをこう強調してる、強調した写し方をしてるかもしれないけど、うん、けどもこれ見て衝撃だったもんね昔、うん、これこの写真じゃないけど、うん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 、なんか調べた時にこんなのいるんだと思って、うん、で絶対これやりたいなと思ったのがきっかけだからね、本当に。本当そうだよね、うん、ずっと言ってたもんね。そう、ユダイクスいるじゃんとか言って、ね、テンション上がってたもんね。そう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 、うん、即買ったね、即だったね、本当即買って、即ワインセラー買った早かった4投目もやっていいですか、うん、いますか。いません。いませんか。またマットっていうのがさ、あの食根がこう見えないからさ、中の方が冷えてるから中の方入ってたかもしれない。そういうことだね。やってこう。そう、この前ツイッターでもあれしたんだけどさ、うん、あの DM 来てさ、うん、ツイッターの方に、うん、でチャンネル登録25万人もいるんすかっつってそれね、と思っておらんしどうした、どんだけ飛び出ちゃったと思って、なんでですかって聞いたら、うん、なんか写真送ってくれて、うん、こういう状況ですってただのバグね、バグでもちょっとなんか嬉しいよね、うん、25万って書いてある上のあの視聴回数210万回だったからね25万の視聴回数ではないある意味すごいよね。本当だよ、25万でそんなんだったらねどうなっとんのって誰も見てくれんじゃんオワコンになっとるやつや。本当だよ、いましたよいた、本当だ、よかった、全部いい、生きてるね、無事だね、うん、よかったよかった。結構大きくなるみたいよ。あ、親が90、あ、そう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 、とか98、オス98のメス55だから。でかいよね。うん。親声をしたいけど。かも。あ、そう。頭でかいけどね。ね。ゼロだよ。あ、じゃあ。あ、これだと入っちゃうか、あれも。ボケボケやない。十一。ちょうどオスにメスにな感じのグラム数ではある。そうであってほしいね。そうであってほしい、ね、これ分からん、メスとか。どうかな。けど頭はでかいんだよこの人。うん、頭はでかいね。卵巣っぽいのは見えんけど。見えないね。うん、ちっちゃいオス？チビオス？チビオスか？どうかな。あ、もうめんどくさくなって手でやり始めた。手の方がこうパラパラってやりやすいかな。あ、まあね、うん、ちょっとずつでこういろいろね試行錯誤百戦錬磨ですよ。何を言っとるいつもコメントくださるからさ、百戦錬磨で頑張ってくださいって。それのことですよ。そっか、よし、11ね、 11g。11ねとか言っとるけど書いてるの、書いてないよ、書いてるの私なんだ11ね、お願い、はいはい、完成、イエーイイエーイ、かっこいいな、こっちかね今やったのこっちだけどな、そう、うん、早く見たいね、まだ、まだまだじゃない、まだまだでしょう、うん、
あと1年かぐらいはね、うん、時期的に1年ちょっとのイメージだけど。そうだね、うん、いや楽しみだね、うん、ミヤマクワガタの初羽化。そう、これより先にあっちかな、国産のミヤマかなだと思うよ。そうだよね、うん、ユダイクスの方は長いもんね。長いと思う。いや楽しみだね、どっちにしても初ミヤマの羽化は、うん、そう、この人はね本当に思い入れ、まあ思い入れはないけど、うん、勝ったことないから思い入れはないけど、うん、特別な思いがある。そう、きっかけとしてのやつだから、うん、ここは本当にここから思い入れになる。そう、そうなんです。っていうね、大事な答えだね。私も 見たい。うん。うん、ね。うん。なかなか動画でもね、あんまり見ないんだよね、やっぱりユダイクスとか。確かに、うん、あんまり見たことないね。ヨーロッパミヤマはあんまり見ないから、うん、楽しみだね。うん、楽しみ、はい、いいですか。はい、これくらいで OK です。はい、じゃ今日の動画はここまでです。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。